ほう、ナイスです、はい、ロイロで監修を味わってもらおうという事件を事業を実践しました。それで目的はですね、ロイロに慣れていない生徒さんを対象にシンキングツールなんかもちょっとお伝えしたいと思ったので、これがプロット図なんですけれども、ちょっと見づらいですね、もう一回。これになっちゃった方、はい、プロット図ちょっと光っちゃって見づらくて申し訳ないんですけど、後で資料箱に入れられたらまた入れさせていただきたいと思います。提出箱をなんていうんですかね、慣れさせて、ここのこれですね、もうちょい右ですね、こっちですね、あ、はいはいはい、それで定数箱をこう書くのもこれかな、光っちゃってますけど、定数箱を慣れさせて、それでその後に、音読カードとかを提出させて、それで、資料としてはそのノートをみんなに共有するということで、予習の段階で、定数箱を提出してもらいました。でそうすると事前にノートの学習状況なんかも見れるので、とても提出箱を利用することがうまくいったのと、それからコロナの、まあ、せいなんですけど、教室で音読がなかなかできなくなってしまったので、各自家で音読をしてらっしゃいっていうようなことを言って、音読カードの提出もしてもらいました。それで実際に監視にまだ慣れていないのと、一般的な国語の授業のようになんか説明をいろいろしていたので、それもちょっと資料で送ったりとかもしました。で私が今回ちょっと頑張ってみたかったことは、ロイロを使いこなせていない生徒にいかにロイロを慣れさせるかっていうことをちょっと頑張ったのと、それからそのシンキングツールまでちょっと説明をしたかったっていうこともあったので、監視を味わう中に、なんでその作者がそんなに監視に感動したのかとか、それからそのなぜその詩を作って一番感動したポイントを描いたのかっていうところを、なんかちょっとシンキングツールなんかを使いながら、できたらいいなと思いました。それで実際に、疑問点になってるところをシンキングツールで実際に出してもらって、それをまた友達と共有するっていうところで、プロット図の山はここなんですけど、最終的にここでシンキングツールのこれ出したりしまったりっていうので、機能も何枚もカードも出せるので、どれぐらい生徒が疑問があるかっていうところも意識しながらやってもらいました。それで、その後なんですけれども、監視ってなかなか時代背景とか、まあ、戦争の状況とかと時代背景もいっぱい言わなければいけないので、なんでそれを切り取って歌にしようと思ったのかしらねみたいなところで、なかなかみんないろんなところには行けないんだけれども、ちょっと素敵な写真を送ってくれませんかということで、これをこちらですね、これが提出箱の状況なんですけど、もう著作権に触れないように、あ、戻っちゃった、著作権に触れないように必ず自分でできた、写真を出してくださいっていうことにしました。じゃあこれを共有してる時間がすごくみんな感動してくれて、どんな内容だったかっていうこともカードにつけましょうっていうことで、1枚目に文字がある生徒はこれは最初に文字を書いてから2枚目に写真があります。それでちょっと音が出ないかもしれないんですけど、こんなカードも音読でやってみました。やっぱり出ないみたいなんですけど、これ簡体字なんですね。それで実際に何て言うんですか、韻を教える時にもいろいろな形で中国語読みで徒歩の詩をちょっと扱った時にも、やっぱ月とか女とかその辺ですね、勘とかあんとかっていうところで教えられるんですけれども、実際にこれでロイロのカードを送ってくれた生徒とかいました。それをなんとなくみんなで共有したときも楽しくできました。はい。で、ロイロで、できたことですね、これ。あ、早かった。すいません。トラブル続きで光ってますね。これぐらいで大丈夫ですか。で、ロイロでできたことっていうことで、最終的に全くロイロが使えてない生徒だったり、いきなり自粛に入ってしまったので、なんか電話で連絡をするとか、使えてるとかって言いながら、機能を一応見るようにして、それで国語の中なんですけども聴覚と視覚を活かせるような形にしました。それからタイムラインの機能とか
資料箱を使うことによって生徒と離れていてもすごく連絡が取れて、オンラインで Zoom とかがなくても文通授業みたいなこともできました。で、最終的にシンキングツールの使い方っていうのはなかなか本校ではまだ授業に取り入れられてないので、疑問が出てきたカードなんかを並び替えをしたりとか、それを友達と見せ合ったりして授業で共有するっていうことができました。で、今回監視まとめてみた時にもこれですよね。なんかロイローは今のところで言うと紙とノートも併用できるし、提出箱を利用することによって生徒さんはどんどん自分の興味とか関心が増えていくっていうところで、やっぱりアドバイスを自分のペースでもできるし、生徒も早く返事をくださいって言ったりもするので、音読の実践っていうことで言っても、全員で読んだり録音するのが本校ではまだちょっとできないんですけれども、提出箱は結構充実してます。それから年間を通じて質問箱っていうのを作っていて、何でも質問箱って作ってるんです。そうするとその中にカードがどんどん上書きはされるんですけど、その都度なんか聞きたいことがあったら、質問が入るようになっています。で、最近のタブレットは通知が来るので、カードが提出されましたとか、学校に行くと、もうカードが送られてきてるなとかっていうのも確認ができるので、その辺の機能もすごく広がりが出てます。で、シンキングツールの使い方なども、やっぱり漢文でどうやって使っていくかっていうのが今後の課題になります。はい。こんな形で全然光っちゃっててすいませんでした。なんかうまくいきませんでした。はい。よろしくお願いします。今で何分ぐらいですかね。今でちょうど5分ですね。あ、そうですはか。い。じゃあ、なんで短はい。縮になりましたが、全然お時間通りです。あ、はい。はい。で、やっぱり最後、特に、そうですね、全然スライドも見えてましたし、大丈夫ですそうですね、こか。の、ははい。い、漢字の、写真出されてたシーンとか、あとはやっぱり最後の便利だった機能っていうのは、やっぱり一個、自分も年間の提出箱作っておくっていうのは初めてでした。あ、そうですか。そはれい。はね、結構ね、おすすめで、何ですかね、タイムラインだと、結構見過ごし、なんていうんですか、気がつかなかったりするんですね。それでもう、上級の先生方はどうされてるのか分かんないんですけど、何でも質問箱って作っておいて、期間を、自分の中で締め切りを作ると、そうすると、なんか入ってる時に何気ない質問だったり、自分じゃなくていいんじゃないかっていう質問も入るんですけど、それを生徒さんがなんか先生見てくれたとかって言った時に、コミュニケーションの仕方により広がりが出てるっていう感じでした。それからタイムラインを送るっていうのが生徒の送り方なんですよね。先生方も最初どうだか分かんないんですけど、我々が送る機能と生徒さんの画面がちょっと違うので、それを知っていないとなんかどこで生徒が見てるのかっていうのも最初のうちは私すごく分からなくて、理解できるようになったら資料箱に必ず入れてねって上書きがされますよっていうところも分かって、それからカードでこの上ですよね、ここのところのこの音読のところを使うと非常によくカードができるので、それを私なんかは結構活用してます。はい。あとは、何でしょうかね。シンキングツールの話もしたいんですけど、なんか今日はこの監視をいかに生徒が、ああ、やっぱり唐の時代ってすごいんだね、とかって言いながら、やっぱ自分の素敵な、こう、なんか風景を切り取って、で、実はこっから現代文なんかだったりすると、なんか他の詩が作れたり、いろんな創作につながったりするので、やっぱり聴覚と視覚にすごい刺激ができるんじゃないかなっていうところがありました。それから、最後になんですけど、こんなにアナログな自分が、自分が予想していた以上の回答をくれたりとか、それからあと、提出箱の機能なんですけど、皆さんもうご存知かもしれないんですけど、これ提出箱って、まあ、先生方のプロット図がこうやって出ますけど、期限過ぎると、生徒側からするとなんか黒いポチみたいなのが出るらしいって、私最初知らなかったんですよ。そうすると、提出期限のところを伸ばしてくれないかっていう生徒とかがいて、え、なんで？って聞いたら、先生の提出期限を過ぎちゃうと、自分の携帯とかタブレットに、黒い変なマークがついて、なんか達成感がないので、申し訳ないんだけど、あと3時間だけ後にしてくださいって言われたときに、あ、やっぱりこのやり取りで締め切りを守らすとか、
デジタルなんだけど、フェイスとフェイスでやれることって結構一緒なんだななんてことも感じたので、なんか自分が失敗したことによって新しい発見があるので、今後もまたいっぱい失敗をしたいと思います。今日初めての先生とかはこんなにアナログな人でもいろいろ使ってて、実は学校で一番詳しくなりつつあるっていうのが現状なので、横浜でチームも組んでますし、はい、よかったらまたご一緒に勉強できませんかっていうことで、ちょっと今日は勇気を振るってみました。ありがとうございます。